聖コルンバはアイルランド出身の修道像でスコットランドや北部イングランド不況の中心となったアイオナ修道院を創設したアイルランド語ではコルムキルこれは教会の鳩を意味する語句であるカトリック教会聖公会ルーテル教会聖教会の聖人アイルランドスコットランドの守護聖人祝日は6月9日イングランドや 北ヨーロッパが異教のゲルマン人に接見された後も、キリスト教の伝統が残った、ケルトの島、アイルランド北西部は、ドニゴール地方の高貴な王族の家系に生まれた。彼は、聖職者を里親としたことから、やがて信仰の道に入り、クロナード修道院の瞑想、フィニアンの下で修行した後、543年には、故郷アルスターに、デリー修道院を建立した。 546年には、名高いダロー修道院を創建して自ら修道院長となっている。その後もアイルランド各地に数多くの修道院を建立したと伝えられる。しかし、560年頃進行上の争いから激しい迫害を受け、563年にアイルランドを逃れて、スコットランド西方会場に浮かぶヘブリディーズ諸島のアイオナ島に、 新たな修道院を創建した。コルンバはこのアイオナ修道院を拠点に、スコットランド各地に布教を行い、その弟子たちはさらに北部、イングランドや、西ヨーロッパ各地にまで、ケルト系修道院を広めた。このためコルンバは、ケルト系修道院制度の父とされ、アイルランドの三大守護聖人の一人となった。弟子に、西ヨーロッパ各地に、ケルト系修道院制度を伝えた、 コルンバヌスがいる。ありがとうございます。